そのうん、ここは起きたか、朝日。マヤネ。よかった、このまま目覚めなく。大丈夫、ちょっと水飲んじゃっただけだよ。万が一また朝日が別の世界に転生しても、お姉ちゃんちゃんとつ、うん、ありがとう。ここは他のみんなは、それがすまない、朝日を助けるのに必死で、私も長く。じゃあここって少しこの辺を回ってきたんだが、無人島のようだ。まあそのうちキルマリアあたりが気配を察知する。そうだね、うん、漂流してきた無人島で冒険生活か、それはそれで面白そうだけど。大丈夫か、もう少し休んでも。平気平気、それより暗くなる前にいろいろ準備して。わかった、だが無理だけはするなよ。は水と食料の確保、それから寝る場所かな。なんだか昔家族で行ったキャンプを思い出すね。ああ、まだ朝日が小さった。いや、もちろん朝日は今でも可愛いのだが。ほんとブレないような。それじゃ、行こっか。Hehehehe